稲垣吾郎、草郷、香取慎吾が、10月20日から全国でオンエアされるサントリーの新 TVCM、素晴らしい過去になろう。ペットボトルでまた会おう、N に出演する。また、外での分別をより推進するため、オンエア同日より渋谷センター街のフラップ形式や3人による特別音声のアナウンスなど屋外交通広告も展開される。CM では、ペットボトル分別に詳しい、草にの声で、話す、不思議なペットボトルから、外での分別の現状を聞き驚いた稲垣と香取が、リサイクルボックスへの投入の仕方を知っていくストーリーを通じて、外でのより良い分別と、ペットボトルで、また会おう、という、ボトルトゥーボトル、水平リサイクルに向けたメッセージを訴求する。後半では、稲垣と香取にレクチャーするペットボトルの正体が、草粉するルートセールスであることが判明する。外でも綺麗に戻していただき、ありがとうございますというセリフに、リサイクルボックスに投入する際の分別が、ペットボトルでまた会えるかどうかの分かれ道であるというメッセージを込めているという。今回は自動販売機とリサイクルボックスの前で、ペットボトルを手にした稲垣と香取の掛け合いを超回しで撮影。同時に、稲垣と香取のやりとりが見聞きでき、かつフレームから外れた場所にスタンバイしたペットボトル役の草も声で参加して、自然な会話劇を収録した。監督も、雰囲気が素晴らしいと絶賛し、撮影は終始スムーズに進んだ。そして CM 後半、草粉するルートセールスが姿を現し、いよいよ3人で掛け合いを演じるシーンになると、やや気合が入りすぎたのか、フライング気味に発生して、この日最初にして唯一の NG を出してしまった草。あれ、俺のセリフだった?と首をかしげる草に、監督が、面白かったですけど、もう一回言ってみましょうと仕切り直しをリクエストすると、稲垣と香取からも思わず笑みがこぼれ、現場は和やかなムードに包まれた。稲垣吾郎、草郷、香取慎吾、インタビュー、CM 撮影の感想をお聞かせください。香取、今回は本当に勉強になりました。リサイクルボックスに、ペットボトルだけじゃなく、キャップとラベルも入れ定員だという。今までは、どこか躊躇する気持ちがあって、キャップとラベルを家に持ち帰ったことがありましたから。稲垣、知らないと、感覚的に混ぜちゃいけないんじゃないのかなと思うよね。香取、そうそう。これからは気持ちよく、みんな入れ定員ですよということで、すっきりしました。家でも外出先でも、飲み切って、キャップとラベルを外して分別することを伝える CM にちなんで、家やプライベートの時と家の外やお仕事の時で変わらないようにしていることは?